50メートル走のタイムを伸ばそう。よいしょー。同名所のぼちと歩きと乗せとレイ。皆さん50メートル走小中学校の頃やりましたよね。やりました。あれって速ければ速いほどいいんですよ。モテます。モテますね。モテますよ小中学校って。特にタカちゃんがモテてましたから本当に。でね、まあ、速ければ速いほどいいと思うんですけど、はい、見てる皆さん多分今ねそこの悩みに直結していると思います。確かに。間違いないね。まあ、それを解決してあげようと俺らが。そうだね。おそのために僕たち、まあ、速くする道具というか方法を持ってきました。うんうん、はい。まあ、それを試験隊レイに、まあ、50m 走走っていただいて、うん、ブサイクすぎる。まあ、この中で一番ね良かったものを実践していただいて女の子にモテようぜっていう企画です。そうですね。このチャンネル身長も伸ばせて足も速くなるから、そう、小中学生の味方チャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回は 50m 走のタイムを伸ばしていきたいと思います。やっていきましょう。はい、はい。どうしますか。誰からいきますか。まず普通にレイに走ってもらわない。そうだ、シンプルに今の速さ、このタイムをね。そう、今のタイム。じゃあお願いします。くそー、いきます。位置についてよーいスタート。めっちゃ濃い。かっこいい。早い。あーい。やばいよタイム。6秒26。はやっ。やばすぎ。え、それめっちゃ速いよ。これもしかしてない。いや、ない。全然ない。ちょっと俺一回走ってみていい。いや待って、全然ない。いや違う、6秒2はマジ速い。いや全然ないから。バケモン速い。ちな、俺は人生マックスが 7.3 です。おお。オッケー。1についてよーいストップ。お、速い。弱そうだ。ゴール。ちょっと遅かったけど7秒7。 あ、言っちゃった。じゃあ7分50あるよ。いや、ない、ない、全然ない。7分50ある。まずじゃあ僕からいきます。はい。まあ、僕はもうシンプルイズベストということで、うん、あの誰もが聞いたことある輪ゴムをあの足にはめるやつ、8の字に足のこの親指とここの人差し指の間にこうはめてクロスしてここにはめるっていう。あ、へー。あ、そう、そうあるんですけど、まあ、僕はそれで行こうかなって。じゃあやりましょうか。どこにあるの輪ゴムは。輪ゴム持ってきました。太い輪ゴムがね、どこにも売ってなかったのよ。どこにもっていうか売ってなくて100均に、うん、でちょっと細い輪ゴムになっちゃうんだけど、これをまあ束で使えば、うん、まあいいかなって。なるほど。これをね、この輪ゴムを一回足首にはめてからクロス、ここをクロスしてここにはめると。おー、いいじゃん。これを両方やります。これなんで速くなるの。なんか変わる。なんかね、あ、じゃあかかとが上がることによってこう、ここのこの面積を減らすことで足が速くなるのよ。足が離れることによって。でもなんかかかとがこの上がるのよ、これをやることによって。確かになんかちょっと変わるわ。はい、足上げてんの。はい、足上げて。優しくしてね。痛い。いいんじゃない。まあまあ、いいかな。ベーンってなる。指が上がるというか、まあ速くなりそう普通に。よし、やろう。よし、行きましょう。行きます。じゃ、もっちの足速くなるであろうアイデア、よーいスタート。はい。おお、ブサイクだった。うん。タイム。6秒50。あれ、落ちちゃう。もしか落ちちゃった。疲れ、疲れもあるか。いや、いや、なんかね、うん、やっぱ違和感はある。あー、うん、ちょっと走りづらい。なんかね、そう、ちょっと走りづらさはあった。うーん、いやー、マジか。微妙か。うん、うわー、ちょっと今痛いし。あー、なんか違うのかなとは。うわー、俺これちょっとな、結構有名だからいけると思ってた。ね、俺は。確かに確かに。じゃあ僕いきます。はい。ちょっと僕ね、もっちが輪ゴムって言った瞬間、うん、焦ったんですよ。俺も輪ゴム見えちゃったからね。めっちゃ輪ゴム買ってるから俺。だよね、だよね。僕はね、特別な靴を作ってきました。すげえ。なるほど。こちら。おえ？何これ。じゃん、これ単純にこの輪ゴム巻きつけて、この底の反発力を上げることによってぴょん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 っていけるんじゃないかっていう。なるほど、なるほど。名付けて
ゴムゴムの靴を持ってきました。まあまあまあ、でもバネのその力みたいあるじゃん。あ、そうそうそう、だからワンチャンバネの力のマックス火力みたいな感じです。でこれ、うん、つけすぎちゃうと足入んなくなっちゃうと思ったんで、一回レイにこれ履いてもらって、うん、そっからさらにこの輪ゴムを巻きつけまくっていきたいと思います。はい、なるほど。ここまず入る、あ、入る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 、あーすげえわ、装着感パない。いいか、いいかも、いいかも。ちょっとまあつけれるだけね、つけていきます。これ輪ゴムでさ、スイカとか割れるから、もしかしたらレイの足割れちゃうかもしれない。やだな。つって、そう、キチ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 、なんかやばい、なんかやばいつって、プリン、プリン、指が全部ドリッ、なるかもしれない。怖い、怖い実験じゃん。走ってる最中に。しかもプリン、プリンって。あー、え、やば、え、曲がんないんだけど。足が、そう、やばい、それ、それやばいかもしれない。足がやばいの、致命的じゃない。足の柔軟性が失われる。え、待って。パンパンじゃん。反る、これ。痛だ、痛だ。痛い、痛い、痛い。これやばい。これやばいじゃん。やばい。はい、というわけで、僕のアイテムはこちら。ゴムゴムの靴です。なんか足長くね。それが伸びた、伸びてね。よし走ろう。うわ、きつ、うわ、嫌だ、嫌だ、嫌だ、これ行きます。ゴムゴムの靴を装備したレイ、よーいスタート。ブサイク、うわぁ、出ました、タイム。ハートがさ、グリグリっつってさ、滑んなかった、ゴムのあれで。あ、なんかゴムが取れてる。グリグリっつってゴムがスタートするだったんだ。取れてる、まとめて。気づかなかった。最後のタイム、はい、6秒29。おぉ、早い、早い、早い、ちゃんと早いじゃん。早いぞ。なんか疲れとかちょっと加味したら、多分ちょっと上がってるよ。上がってるよね。ただ学校でこれが許されるかどうかは。確かに。ワンチャン不正かもしれない。あと気持ち悪い。体育の時間走る前にちょっと待ってください。すごい。体育教師が許すかどうかだよね。まあでもなんか輪ゴムと同じ色のシューズを履いていけばバレないです。まあまあ確かに。まあ僕のやつはこんな感じでした。結構良かったね。はい。はいというわけでね、はい、最後のせなんですけれども、はい、まあ、お二人は物理というかその、まあ、プラス要素みたいな形でね、靴を良くしたりとか、まあ、そういうことなんですけれども、僕は走るためにはその人間の能力を上げる必要があると思うんですよ。それということで持ってきたのは、絶輪ゴールドです。でしょうね。マジでやな。でしょうね。はい。マッカが 5000mg 入ってます。やばい。マカ 5000mg は足じゃなくておちんちんが元気になるやつなんだよな。これを一気飲みした後にまっすぐ走ってもらおうかなと思います。はい。やだよ。あげます。え、マジなんかこのパッケージとかマジセンスねえし。マルヒ、マルヒ、ほんとはマルヒ、マムシスッポンガラナ、ね、美味しくないの言わないで。ちょっと匂い嗅ぎたいね。サソリトナカイのつぶ、匂い嗅ぎたい。匂いはうわぁ、腐ったデカビタみたいな。でも普通の人ってペッて飲める。3、2、1。ごっくり、ごっくり。このシーンもいいね。このシーンもサムネもいい。もう終わり。辛い。飲み切った。いや、飲み切った。早い。あ、辛い、辛い。あ、なんか苦い。あ、なんか変な味する。風邪の時の症状じゃん。くっさ口、お前。うわぁ、顔ぶさ。関係ない。5分待とうよ、ちょっと。さすがに俺待った方がいいと思う。お前元気になっちゃうよ。元気になるもんでしょ。やばい、いじっとけ、いじっとけ。え、やばい、これはでかくなる。あぁ、やれ、やばい、やばい。大技だ。何これ。いきまーす。絶輪ゴールド位置について、よーいスタート。はい。マジで？待って、集合。
タイム、はい、6秒05。早っ、早っ、早っ、絶輪ゴールドかもしかして、これ来たか。ということで、はい、うん、まあ、今回ね3つやっていきましたけれども、はい、実際どうだった？正味一番走りやすいのはモッチのかな。あ、まあ、やっぱ定番なのかもね。まあまあ、しかもシンプルだしね、あんま枷つけてないから、うん、そうそう、枷って言い方よくないけど、もう絶輪ゴールドが早いっていうことがもう出ちゃったじゃん。それは結果として確かにね、マイナス 0.2 はでかいぞ。いや相当すごいよ、だってリレーの選手 0.2 でなれるからね。そうそう、全然なれる、全然なれる。まあということで、まあ、小中学生の皆様、絶輪ゴールド買いましょう。買います。親にあんまバレないように。そうだね。あと、まあ、女の子とかにバレたらちょっと変な感じになっちゃうから、こっそり皆様買っていただいて、はい、試してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。